やべえ、インポスター来ちゃった。いや、どうする、誰キルする、何したいんだろうな、まずそもそもとして。ブチュリ、解決じゃないか。まあまあ、まあまあ解決。まあまあ、うん、まあまあ解決じゃないか。インベスティゲーターです。来た。本当かな。マチカちゃんがトラッパーか魔術師でした。うん、緑トラッパーで。緑トラッパー。緑。合ってる。魔術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 か。魔術か。え、ちょっと待って待って待って、マチカちゃんってトラッパーで合ってると言ってんだよね。引っかかった、いった、引っかかった、引っかかったよ。あ、俺トラッカーで、うん、翔子さんが家から出てない、全然関係ない、全然関係ない、全然関係ない。ちなみに翔子さんは家から出てます。はい、二人のうちバカが一人います。いや、まあ、それはそうだよね。翔子さんは青さん家に行ってます。自分バカでした。どっちもバカだ。どっちもバカだ。え、誰が私が青さんって言いました。ヨモです。ヨモさん。現調子が家から出てないって言ってます。あ、バカですね。青がインベスティゲーター、ブツさんがトラッカー、ブレイマーで見えてます。で。違いますね。わかんないんで僕は動き続けますよこれ。うん、信じてないです。お家出てる。お家出てる。誰が？ブッチ。あ、お家出てるよ。あ、出てる。なし、みんな悲しい、みんな悲しいの。あ、僕？あ、ブチの先開け、当てる当てる当てる。あ、私も当てたい。せーのでよか。え？お前ら。俺も言う、俺も言うだけ言っていいのかな。ノンさん。なんて、なんて嫌いじゃないの？ない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 。ノンさんとリンさん？合ってない、両方とも合ってないよ。ゆらちゃん、ゆらちゃんち、ゆらちゃんち。あ、私んち。バカバカ。え、ぬんちゃんがりんちゃんち、なんもなかったけど、ブチさんがりんちゃんち。そんなにトラッカーバカなことある？ブチさんがりんちゃんち。そう、僕実際言ってるのはゆらちゃんち。ブチになんか来てるんだ。うん、ブチさんがゆらさんち。なんかもう分かんなくなってきちゃった。なにしに、あさが今日現状さんの家に罠ね、うん、かけてない、かけてない。からで、うん。店長さん家に罠置いてから。ああ、からって意味か。うん。私もトラッカー、トラッパーで、トラッパーでダーコムさん家でからです。あ、トラッパー多くないですか？あ、でも、カーノが多いよ。あ、ネコムギ。え、カー、俺とね、ヨモさんだけじゃないの、カーって。え、ユラちゃん、ネコムギルックアウトだよ。あ、ユラちゃん、ごめんなさい。ネコムギルックアウト。ルック。あ、僕もルックアウトです。じゃ、え？は？ルックアウト。待って、わけわかんねえ。ルックアウトで、モンさんの部屋見て、ショウゴさんが来てるって言いました。なるほどね。ちなみに、なんか、嘘をついてる人が多すぎて難しいんですけど、私はノンさん家に行ったポリスで、ノンさん家で罠かかってて、その証言が出ないから、どっかにそれを隠してる偉い人がいる。待って、今、罠かかったって言った？はい。罠かかったって言った。え、マチカ言っちゃって。え、待って、じゃあ俺死んじゃねえ？え？罠かかってんでしょ、翔子さん。いや、翔子家出てないって現状さん言ってませんでした？あ、だから、あったらあってる、死んでる、死んでる、死んでる、家出てない扱いになるってことなる。で、しかもマチカちゃんもそれでね、そこまでトラッパーのシーンまでなったじゃん。マチカ死んだ、マチカさんも死んだってことは、ダーコムも印象いいですね。お前出したなら釣りたいけど、もう時間ないから。もう分かんないな。結構両毛さん臭いけど。いやいや、僕めちゃくちゃ早く言いましたって。入れとこうぞ。いや、やめて、僕めちゃくちゃ死んだ。他寝すぎなさい。寝すぎなさい。危ねえ。そう、
そう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 、今 LINE をね、危ねえ。端場切るとね、俺があれになっちゃうから。間に合わなかった。受けるいやこれ難しいよね、チャット打ちながらねやんのね。端場切っちゃうと俺がドクターって透けてるのバレちゃうから、うん、だからちょっと切れないね端場は。このターンは次のターンだね、切るなら。青くんが死んだ。あ、そこなんだね。青さんってなんだっけ。インベシオ。インベシオ。ゲッチョスさん、ごめんごめん、ゲッチョスさんのさ、はい、あれ教えて結果。ユラさんチミニって、ユラさん家出てない。あ、合ってる。見たくしてます。これ青さんが昨日家来たって人いる？いないということを聞きました。初日ね、ごめん、初日ね。俺ん家に一人ドクター来てた、昨日。あれ、僕もドクター来てましたよ。え、めちゃくちゃ多いじゃん。あ、じゃあ昨日は家来たのは、初日家来たのが誰？ゲンチョスんち。ゲンチョスさんとこドクター。それ言ってんの芝だから、なんかもう一人隠してる感じがするな。いや、それがオープンじゃないの？うん。だから、あ、じゃあ一人しか来てない、俺んちにはね。俺んちには一人しか来てない。だから、橋場がドクターでゲンチョスさんち行ってるから、うん、だからもう一人ダイコムさんが今来てるってことで。ダイコムさん今日じゃないの？今日。うん、あ、今日なんだ。初日に2人来てるはずなのに、1人しか来てないから隠してるやつがいるってことだよね。そう、うん、そうですね。そうでなると、ブチさんちょっと怪しめに見えちゃうから。あ、僕ちなみに今日マチカちゃんちでかけてるトラッパーね。ブチマチカトラかけブチ。あ、まあ青くんが僕ん家に行ったって言ってるからだよね。それは怪しむのは分かった。いいよ、一旦分かった。早い早い。僕はマチカちゃんにトラップをかけてて、マチカちゃんあれしてるんだけど、僕の場合って現直さんが殺されない違和感があったから、現直さんから先出してもらったって感じ。現直さんとお子さんの二人外のラインはあると思ってたから考えてたのがね。ごめん、待って、ってこい、ダーコメさんは2日目に来たの？初日に来たの？2日目。さっき今だね。さっきね。先週は2人。それはコウミちゃんは行ったの？行ってる行ってる。どっちも行ってる。ゲンチョスさんち行って、ダコンさんち行って、で、ゲンチョスさんに殺されなかったから、ゲンチョスさんのことを後ろ前見てる僕は。ちなみに、今日、なんかトラップ引っかかってる。誰んち？ゲンチョスくんち。あ、私、かけてます。かけてます？さん？うん、かかってます？ほら、かかってます。あ、かかってます。トラッパーです。普通にブチさんなんじゃないか。だってやっぱ青さん1点抜きしてるの意味わかんないもんね、うんうん、あ、そうなると、僕はトラッパーだから、新薬落ちるからまずいよこれ。マチカちゃん守ってるからね、今日だってマチカちゃんち踏んだ陣が出てこないでしょこれ。釣られるわけにいかないんだ。ブチさんって初日結果落ちてる。ダーコメさんのインベ結構。そうだね、リョモンさんが緑ルックアウトサバイバーです。あ、はいはい、あ、いいじゃん。インベスティゲーターです、うんうん。めちゃくちゃ、まあ、僕ちょい白くなるって感じでしたね。うんうんうん。緑ルックって言ってたもんね。そうです、うんうん、上の役職が埋まってんだよな正直と思ってて。僕トラッパーで、であとトラッパートラッカートラッパードクターでしょ、全部埋まってるんだよ僕目線、うんうん、だからもうバカを主張してる人か人外がいる、もしくはっていう形になってると思ってるから、まあ、そこら辺から移ってきたよね僕はね。リョモさんだったりダーコムさんだったりノンちゃんだったり移ってきたいの僕は。そうやね、ノンちゃんってなんか言ったっけ。ダーコムさんは何も言ってない。ダーコムさん今会ってたね。会ってるよ、初日も会ってるんでしょ、まあ、初日会ってて、うん、まあリョモさんの件はあれだね、どっちでもいけるって感じだね、まあ、合わせではある。ダーコムさん俺バカインベって書いてんだけど、あれ初日会ってんだっけ。会ってる会ってる。マチカちゃん会ってる。うん、のんちゃんの結果聞きたいです。現状産地で空だから僕はもうバカです。トラッパーかルックルックアウトルックアウト。あとバカ市長がノースケユラーだね。ユラ今出なかった、ブッチに言われたからだけど。でもブチさんのことを信じてなかった。今もう一回言うんだよ割と僕に目線向けてる。わあ、青くんなんでうちに来たって言ったんだよ。僕じゃあ対抗リョモさんでいいや。リョモさんが釣りをしてきたと思ってるからリョモさんにするね。いや僕は釣りをしたけど。釣りをしたの僕だけどな。あ、いや、コウミさんよりリョモさんの方が印象的だった以上。あ、バカじゃん。信じゃなかった僕。守ってないわ。トラパンチョ
おお、まあ、チカさん切ります。あ、そうだ、ね、いやこれどっちでも誰でもいいな。やべ、インベしとこう。いや箸は切れんって、これ箸は切れないって。いや一旦のんちゃんインベしとこう。わかんねえ、時間足んねえマジで。いや誰切ってもさあーこれきついなみたいな、1キルずつ行きたいなって感じになっちゃうよねこれ、さすがに。いやこれきついな、サバだこいつ。じわじわ死んでくる、ね、うん、マジかー。ダコミさんの今日の結果ください。はい、あ、先ゲッチョスいいっすか。あ、コウミさん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 、あ、じゃあどうぞ。うん、コウミさん、はい、うん、あ、ごめんなさい、ダークモさん先っすよ、すいません。あ、緑ドクターの、はい、赤インベスティゲーター、あ、ドクター、ね、はい、ドクター、あ、ゲンチョストラッカーで、のんちゃん見て家から出てきてない、うん、はい、もう出ません。モンスケルもあんたり怪しいと思ってたな。結構のんちゃんは青っぽく見てる、青っぽく見てるのんちゃんは。でダークモさんが今の結果から結構ダークモさん普通に怪しい、うん、怪しい、ね、ヨモじゃないなと思ってる僕は。そうなんですか。ちなみに翔子さんって結構ちょっと困ってるんですか、はいはい、あ、のんちゃんって言って止めれてないとか、のんちゃんって家出てない市長ってことですよね。はい、もう在宅です、うん、もうじゃあわかんないや、どんな踏んちゃうのも良くない。あ、からで2日目も3日目も、うんうんうん、2日目、あ、ぶっちゃけこれ言うことがあんまりどうなのかなって思ってたんですけど、現調さんを止めてます。でも止まってないですね、うん、止まってないから多分バカだからと思ったけど、あんまりバカって言うと釣られそうだから嫌だなと思ってました。翔子さんは青っぽく見えました今ので。青っぽいですね。バカって言ったら損だと思ってました。まあ、ただ今ちょっと現調さんが死なない違和感っていうのも感じてる。まあでも1キルずつだから普通にまずトラッパーからじゃないっていう感じするけど、そしたら橋はもう同位置になっちゃうから、うん、まあそうなんですよね、うん、で、リンさんは？あ、私は今日ダーコムさんの家に置いててからです。うわ、てかそっか、ひろこさん青なら僕出てもよかったのか。引っかかってるとかじゃなくてわざと出てない赤がいそう。わざと出てない赤、あ、うん、マチカちゃんの罠に引っかかってんじゃないの。あ、もうあるね、それはあると思うけど、うん、可能性もある、うんうんうん、純粋に現調目線は、まあのんちゃんがまあ青っぽい、翔子さんも青っぽい位置、うん、でダーコムさんはめちゃくちゃ人外だから赤っぽい位置って感じ、うんうん、ダーコム両毛とかダーコム両毛が濃いかなって思って、うん、分かるけど、で僕でも正直翔子さんが青だな、真の可能性あるなって思ってて、家出ればよかったってめっちゃ思ってますよ、ね、うんうん、まあそうだね、村目線で考えたらそうだね。うん、でもダーコムさんは怪しい、まあ、だって橋場さん見る必要性あるみたいな。いやいや、僕らだったら絶対負けるから、僕議論で勝たなきゃいけないんだけど、ヨモさん誰釣りたい。ヨモさんってダーコムさんから緑ロック出されてるから怪しいのかなってなってるから、僕はダーコムさんから釣りたいの。あ、分かる分かる、いいと思う、いいと思う、それ全然いいと思う。え、4人緑がいるじゃないですか。そうっすね、ヤオさんのドクターは見えてて、ヨモさんとマチカちゃんも、うんうん、まあ、僕が死んだった時新役だから、コウミさんのドクターがこう怪しくて、てかこれそうか、赤に青にかこれ残ってんの。ダメだ、あ、そうっすね、このドクターはもう多分青の人に継続しくはならんなくなる、これでもそしたら僕が結果おかしくなっちゃうっすよね。ヨモさんがサバイバーなのか。いや、ヨモさん今赤使用したから。赤使用してない、赤使用してない。してない。だってめちゃくちゃ緑。サバイバーの方に、あー、なるほどね。え、村、いや、赤に青にだから残ってる。まあ俺結構のんちゃんはサバイバーっぽく見てるけどね。サバイバーか魔術かなと思ってるけど。家出てないから。おー。わからんけど、コウミさんがちょっと僕の塗りすぎないで、ちょっと待ってくださいね。コウミさんがさんから行きたいけど、なんでうちに、あれ、リンさんってなんでない、てか、まあバカの可能性はあるけど、そうなるとあのバカ枠が多すぎるかな。うーん、ダーコムさんいいのかな、まあ、単純にダーコムさんかな。芝ドクターで来てるんだった、うん、家に来てるから。そうなんですよ。いやいや、青さんが見たの、何青さん知るされるから行けないから。え、芝に2票はないだろう。うん、じゃあ両毛さんも白じゃん。ねえ、両毛さんか。
いやドク、いやはとトラッパーとドクター心身で生き返って止められてたと俺負けちゃうんだよな。ある。終わりだ。終わりだよこれ。終わりだよじゃあ。これ負けだよ負け。負けだよ。いやでもは待ってよ、ノンがノンサバだから頼む、ノンサバ、ノンサバを誘導しよう。ノンサバ誘導しよう。いやー絶対リンさん生き返るでしょこれ。おお。現状さん、ゆらさんのラインナップも。現状数赤です。お願いします。のんちゃんはもうインベスで見てます。僕サバイバーって。なんでなんで僕言ってます。スキップでいきましょう。行っちゃおうか。のんさんは？サバイバー。僕スキップ入れました。サバイバー入れました。ちょっとスキップなんだ。話し合いましょうよもうちょっと。申し訳ないでよ。話し合いは必要ない。こうやって赤釣られてないんだっけ？釣られてない。そう、現状さんとゆらさんで赤赤だから。いや、私じゃないんだ。私もサバイバーだから。ショコさんと銀中さんじゃない？赤。じゃあゆらさん。あれ、リョモさんって。初日でラインか。え、ゆらさん昨日どこ行ったんだ？私は在宅してた。もう、タピオ使うかどうかの。おやすみ。やったぜ！イエーイ！よし。OK。よかった、あそこでインベスティゲーター見といてよかった。結果論だけど、あそこでインベスで見といてよかった、マジでやったぜ。あら、バカだったんだ、バカだったんだ結局。あ、でもバカだ、そういえば私に家出てないって言ってた。おー終わった。ナイスファイト。ナイスファイト。本当に。ジンがうまかったね。いやうまかった。うまかった。初日うちに来てましたドクターの人。ね、ああそうだったんだ。黙ってれば。ジンが言ってるみたい。だから現実さんとショコさんっていう、ね、インポスター二人に言ってた。そう。うわー、これはすごかった。